ロックミュージシャンとして一世風靡し、俳優としてもご活躍のセラ・マサノリさん。若い頃から素敵でしたが、年を重ねても渋くてかっこいいですよね。今回はセラ・マサノリさんについてご紹介していきたいと思います。本名、セラ・マサノリ。青年月日、1955年12月14日、65歳。 血液型、A 型。出身地、広島県福山市。公務員のご両親のもとで生まれたセラさんは、3歳の時からバイオリンを始めており、ご本人はそのおかげで、小中学校時代の音楽の授業では、どんな楽器もすぐに演奏することができたと語られていて、バイオリンについてはトレーニングや習い事の感覚でやっていたと言います。 そして中学生時代はローリングストーンズが好きになったことでギターを始めたそうです。その頃は歌うことには興味がなかったというセラさんは高校生になるとベースへ転身、バンド FBI を結成しました。そしてそのバンドのメンバーと一緒に大阪の大学を受けることに。厳格なお父様だったそうですが、 セラさんが正直に、バンドのみんなで大阪へ行きたいんだ。だから大阪の大学を受けます。と伝えたところ、4年間の執行猶予をやる。無駄飯を食べてみろ。その無駄飯が本当に無駄になるのか、肥やしになるかやってみろ。と言われたと言います。そう言われたからには、留年は許されない。と思ったセラさんは、 どうやって単位を取るかと考え、できるだけ友人をたくさん作り、みんなに助けてもらいながら、大学を見事4年間で卒業したと明かしています。そんな彼は在学中、バンド活動に勤しんでいました。そして、ツイストと解明されたバンドで、多くの音楽コンテストに出場。卒業を迎える頃、 ある音楽コンテストで入賞しなければ、バンドは解散するという覚悟で出場。しかし、コンテスト決勝の日、ボーカルを務めていたメンバーが就職の面接と重なってしまい、バンドの中でコーラスを担当していたセラさんが、ボーカルを引き受け出場することに。すると見事優勝し、デビューも決まりました。ところが、 バンドメンバーの中で就職する人も出たことから、大学で活動していた他のバンドから人を集め、1977年11月、セラマサノリツイストとしてメジャーデビューへ。するとデビュー曲、あんたのバラードでいきなりヒットを飛ばしました。その頃は歌謡曲が全盛期だったことから、セラさんたちは、 ロックを広めた先駆けと言われています。その後も出す曲はすべて大ヒットしていきましたが、バンドは3年半で解散。解散理由について、2020年にある雑誌のインタビューに答えたセラさんは、個々でやりたいこと、それぞれに自信がついたことが理由。そのくらい音楽人生において濃く大事な時期。誰にもできない。 今の俺にもできない3年半でした、と振り返っていました。1981年に解散した後は、ソロとして活動を開始。歌手だけではなく、俳優として、ドラマなどにも出演しています。テレビドラマ、太陽に吠えろで刑事役を務め、通称ボギーとして親しまれ、また映画、極道の女たちシリーズ、 肝臓先生などにも出演し、日本アカデミー賞助演男優賞を2回受賞しています。そんなセラさんがご結婚されたのは1980年。お相手は一般人で高校時代の同級生だそうです。高校時代から8年間お付き合いして25歳の時に結婚しました。その頃はツイストとして、 人気絶頂期だったことから多くの女性ファンがショックを受けたことは言うまでもありません。そしてお子さんですが、息子さんが一人いるようです。セラさんの悪い噂を聞かないことから、お二人はきっとおしどり夫婦なのでしょうね。ところで、セラさんを調べていくうちに、検索ワードで出てくるのがダウンタウンという文字。調べてみたところ、 今までダウンタウンと共演してこなかったセラさんが、初めて彼らの番組、ダウンタウンナウに出演した時の記事が出てきました。それによりますと、所属事務所社長から番組宛てに手紙が届き、内容は、セラ本人はダウンタウンのお二人を大変尊敬して、番組も拝見させていただいておりますが、とても真面目すぎる性分で、 あまり面白いコメントができないということと、浜田正俊さんの芸風で叩かれたりすると、もしかしたら手が出てしまうかもしれず、場の空気が壊れてご迷惑をかけると思ったという理由で共演を断ってきたと記されています。浜田さんが誤解ですと怖がっている様子を見せると、普段の浜田さんを見ていると何か始まるじゃないですか。 僕の若い頃から培ってきた防衛本能が結局迷惑をかけるので、とセラさんが返答し笑わせました。また、その番組に出演していた坂上忍さんとのエピソードで、中学生時代の坂上さんと遭遇したとき、セラ、あんなのロックじゃないとおっしゃった、と当時言われたことを告白。 その時のことを振り返った坂上さんは、ある女優さんと食事に行った際、どんな音楽が好きなのと聞かれ、洋楽好きだったことから、とにかくセラなんちゃらツイストっていうのが嫌いで嫌いで、マイクブンブンやって、なんすかあれ。と話していた後ろに、ツイストの全員がいたそうです。坂上さんはその時のことを、もう殺されると思った。 と明かしましたが、意外にもセラさんは怒らなかったと言います。実はその時に坂上さんが一緒にいた女優さんが木の内みどりさんだったそうで、だから僕切れなかったんです。大の木の内みどりさんファンで今でも好きと打ち明けました。さて、最近のセラさんのご活動ですが、現在放送中の NHK 朝の連続ドラマ、 カムカムエブリバディに出演。セラさんはジャズ喫茶のマスター、柳沢定一役を演じます。コメントでは、戦前、戦中、戦後という激動の時代、コーヒーとジャズをこよなく愛した男、自身が愛した文化を生んだ憧れの国と祖国との間で揺れ動いた感情、その間で生きた男を、 共感を持って演じられたと思っています、と話されています。また、ミュージシャンとしての活動も精力的に行っています。2006年、野村義雄さんと一緒に、音や吉右衛門というユニットを組み、ギャッターマンの主題歌を発売すると、オリコン週間チャート初登場38位を記録しました。さらに現在は、 アコースティックソロライブで全国を回っています。ミュージシャンとして活動しながら俳優としてもご活躍中のセラ・マサノリさん。今後のご活躍も楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。